今ない〇〇を妄想する M8 招待招待二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい。今週の時事談、はい、時事談、時事談、うん、私からいいですかね。あ、どうぞどうぞ。すいません、まず9月10日、うん、あ、今日が、うん、9月の12日土曜日なんですけども、うん、9月10日木曜日の、うん、これは中日新聞、うん、愛知県で圧倒的購買部数を誇る中日新聞なんですけども、県内版にですね、うん、新芸術祭の組織委員設立、うん、トリエンナーレに代わり22年開催っていうのがドカーンと大きめのスペースで挙げられていてです、うん、まあ、これを読むと前回、うん、2019年に揉めたので、うん、まあ、外部からの芸術分野以外の専門家を外部から招聘しますと、うんうんうん、でそこで招聘されたのが、うん、大林組の、うん、会長だと、うん、ただ、うん、なんか気になるのがね、うん、例えばそのここでその県の政策顧問である慶応大の神山真一教授っていうのがその2019年の頃にも旗を振っていて、で今回もその方が入ると、でまた美術の専門家4人っていうのも青柳正則さん、多摩美術大学理事長、立畑明さん、これ多摩美術大学長、寺内陽子さん、現代美術作家、山梨俊夫さん、国立国際美術館館長、この4人が挙げられてるんですけど、この神山真一教授、青柳さん、立畑さん、山梨さん、これみんな2019年の関わってる人たちで、特にこの立畑さんっていう方は、その2019年の時に監督決め、要は前回の監督の津田大介を決めた責任者が立畑さんだと、大丈夫かと、なんか普通なんかこの前回のようにトラブルを避けるためって言っておきながら、基本選ばれているのはほぼ同じメンバーで、別に前回その揉めてるっていうことに対して特に釈明とかもみんな逃げちゃった。まあ悪くないと思ってんじゃん。え、本人たちは別にこれ芸術だから。なるほど。さっき挙げた立畑さんっていう人が、まあ津田大介を決めた責任者だよと、この神山真一慶応大教授は発言的にはね、その例えばツイッターで今回その2019年の愛知トリエンナーレ問題になっているのは、例えば昭和天皇の肖像画を燃やして踏みにじるっていうのに、まあ税金が使われたよっていうのがまず一番の焦点になっているんですけど、この神山真一さんがおっしゃるにはツイッターでね、いや燃やすという行為は祈りなんですと、神社で自分の願いを書いたお札を燃やすのも祈りだと、これは神に自分を近づける行為、痛みを伴う喜びとされている、東洋哲学の天空昇陽の一形態なんです、これちょっと気持ち悪くないですか。いや、まあなんか思想なんで、本当に祈りだったら、本当に祈りだと思ってるんですか。本当に祈りだと思ってるんだったら、まあありかなとは思いますよね、僕は。なるほど。祈りのつもりで燃やしたんだったら、まあ、じゃあお、うん、そうおっしゃるなら、うん、まあ、いろんな各国の偉い方々いらっしゃるじゃないですか、燃やせばいいじゃないですか。でも祈りだとすると、天皇陛下を敬ってる的な意味合いで燃やしてるっていう可能性もゼロではない。だけどそれ言い訳じゃないの、言い訳してんじゃないのとは思います。そうなんです、これ大丈夫かと。そう、もっと祈りらしくやったらいいんじゃないの。踏みにじります。踏みにじりませんよね。燃やすってことが祈りだとしたら、はい、踏みにじったのは何なのかっていう。だとその例えば北の第三代、キム・ジョンイルさんとか、中国の、毛沢東、中国の毛沢東とかね、各国の偉大な方々がいらっしゃるじゃないですか、燃やして祈ったらどうですか。でも私日本人だから敬うのは天皇陛下なんですよ。あ、引用
引用があるんですね。引用でなんかうまいこと言い逃れられたと思ってんじゃないですか。で今回も、うん、この、うん、新しくね、うん、新芸術祭に、うんうん、のこのこと、うん、あごめんなさい言葉が悪いですね、うんうん、共同体感覚がなかったですね、うん、今あの22年開催の新芸術祭も、うんうん、またこの揉めたメンバーでね、うん、やろうとしてるんですよ。だからあれの意味は何なのか、何のつもりであれをやったのかですよね。本当に祈りだったら祈りなのか。見ました？あの見ましたよ、前編天皇陛下を燃やしてっていう動画。ああちらっと見ました。はい、昨日なんか何気なく前編見たんですよ。はい、そしたらまあ言いたいことは戦争って不幸だよね的な話なのかなみたいな。燃やす必要ありました？燃やす必要があるかどうかは置いといて、はいはいはいまあそんな感じの流れだったんですよね。なるほど。で多分それを指揮した天皇陛下が悪だ的な捉え方なんじゃないかって僕は感じましたね、それを見て。ああ、うん、指揮はしてないですけどね。そうそうっていうアホの墓でしたっけ、バカの墓でしたっけ。ああ、間抜けな日本人の墓ですね。 そうそう、はい、その辺も、まあ、結局そうやって日本人がアホだバカだって言ってるような気がするんですよね、あれを見た僕の感想としては。あ、なるほど。彼らは日本人じゃない、彼らはやってる人たちだったら、自分を傷つけてるんですかね。自分を傷つけてるのか何なのかは分かんないので。なるほど。そのこれは一体何を伝えたいのかが何も分かんないと、まあ、受け取り側の問題じゃないですか。はい、そうすると、まあ、あれは気持ち悪いってなりますよねっていう。そうなんですよねで祈りなら祈りらしく作ったらいいんじゃないですかっていう。でこの方はね、うん、今その大阪の堺市とか戦略アドバイザーみたいなことを務めたりしていて、うん、大阪大丈夫かと今ちょっと心配をしておりますと、うん、大阪というきな臭い勝手に私が感じてるんですかね。まあわからないですけどね。芸術って何ですかね。芸術家の人たちって、はい、なんかそういう人々が踏み込んではいけないようなところに踏み込むのがかっこいいとか思ってるんですかね。あ、ただそれ子供と一緒ですよね、その発想ってでもなんかそういう悲劇的なところにこう目をつけて、なんか人々がやらないようなことをやったりするじゃないですか。はい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 。なんかこう動物の死骸ばっかりこう取り扱ってる芸術家とか。なるほど、子供ですねいるじゃないですか。はい、なんかそういう思想があるのかなとかちょっと思いましたよね。でまあこの山梨敏夫さんっていう人も入ってるんですけど、うん、この方も結局いや金だけ出せばいいんだみたいなね。それおかしいですよね、発言をしてるんですよね、うんうん、口を出すなみたいな、うん、そうそうそう。いやっていうのは、まあ、この方もその2019年のことにある程度関わってらっしゃるっていう人ばっかりに僕は見えてしまっていて、うんうん、っていう人に見えますよ。そのなんか金だけ出せなんておかしくないですか。税金ですよ。そう税金ですよって話です。税金ですよ、はい、うん、っていうこんな動きがうん、ありつつ、またその気になるニュースとして9月6日のニュースで、なんか中国の江蘇省かな、うん、でなんか文明コードっていう制度が導入されたと、うん、それは何ですか。この文明コードっていうのは一人一人コードを有して文明ポイントっていうのが決められて、その市民の通行証とします。文明を、その人の文明度を通行証としますと、うんうんうん、なので仕事生活就業学習、うんうんうん、娯楽っていうところで優先的に便宜を図ってもらうことができると。なんかあのあれですね、点数をつけるみたいな感じですよね。そうですね、人間に点数をつけてって、そのポイントによっては点数によってはこの施設は使えるとか使えないとか。あ、そうそう、だからまあ何でしょう、とっくに撤廃されたちょっとアパルトヘイトに似てますよね。それが何て言うんでしょう、文明だっていう。それが文明だ、うん、要はアパルトヘイトは肌の色、うんうん、人種って話だったんですけど、うんうん、文明っていうので分けられると、うん、でそれは、訓警告や懲戒、うん、それはそうですよね、うん、ここの人がお前ここに落とすので、うんうんうん、
これもかなりの警告になりますよね。であとはその権力を有する人が文明的かどうかっていうのを定めることができると。それはちょっとおかしいですよねもうやりたい放題ですよあいつ気に入らないから差別しまえってできちゃうんですよね。とか、男の女と、あげたるから言うこと聞けと、っていうこともできるわけですよ、言うこと聞かないと落とすぞって。それちょっとなんか機械的に、はい、なんか判定されるならまだしも、そう、まあ、公平に、機械的にも、まあ、そのアニメのサイコパスのようなね、シビラシステム、はい、まあ、あれは確か DNA で適色を全部、まあ、かなり未来の話ですし、ね、かなり未来でもその公平だったらまだしもじゃないですか。本当はああいう仕事やってみたいって言っても適色ないから、やめた方がいいよ、やめた方がいいよっていうか、もうあれはもう固定されますよね。あなたの適色はこれです、これとこれとこれならなれますみたいな、まあ、主人公はなんか6つぐらいありましたけどね。そうそうそう、選べるみたいな、能力が高くてもいっぱいあるみたいな、はいはい、で一般の人はこのいくつかがこうランクがあって、はい、ここなら入れるとか、そう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 、で、まあ、それはそれですごいこう完璧であればまだいいじゃないですか、はい、でも そうではなさそうだ、なさそうですよ、はい、なんか権力の匂いがしますもんね。この誰が文明の基準と点数を決める権利を有しているかっていうのがわからない、わからないだから権力者は決めれてしまう。そうなんですよ。で、うん、この警察とかも危ないです、文明の低い人ってされるとつけない仕事、うん、入れない学校、うんうんうん、入場できない娯楽施設があるし、うんうん、その文明指数の加減っていうところになると、うん、もうリストに入らない、そもそも、うん、っていう形になってくると、うん、でそもそも中国ってあの都市の戸籍と農民の戸籍っていうのがあって、うんうんうん、そこでもその入れる地域を移動できるできないみたいな、うん、制限がある、っていう問題で、うん、もうなんて言うでしょう、じゃあ中国は今みんな潤ってるかっていうと、うん、年収1万5000円みたいな、うんうん、あの潤ってない人たちを使って潤ってる人が潤うシステムじゃないですか、っていうのがね本当これひどくて、うん、あの例えば、うん、ウイグル、うんうん、あ今はもう中国になってますけども、うん、あれって誰が決めるんですかね中国の共産党ですよね。このウイグルでね、うん、その今企業の話潤ってるって話が出ましたけど、うんうんうん、ここに、うん、その日本の企業が、うん、入ってますよと、うん、中国のやり方っていうのが、うんうん、その要は企業を誘致しますよって言って、うんうんうん、誘致されるのがウイグルみたいな、うん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 、でそこで行わ、うん、ウイグルで行われているのは、うん、男性は強制労働、うんうんうん、女性は強制不妊、不妊、強制不妊って書いてありましたね。不妊、不妊、もう妊娠させないようにする、不妊治療の不妊だけど治療ではない、治療不妊、強制不妊手術、不妊手術妊娠させないようにする、要はあの断種、種を断つ、要はもうそのウイグルの人たちを今消そうとしているよっていう、そのウイグルの地にあの日本企業が何個か、要は誘致と言って、でそこでは男性が強制労働されるわけですから安くあの物が作れるわけじゃないですか、まあ、人件費が安いからと中国は誘致してる企業、世界中の企業、はい、そうで、そこで日本企業、例えば日立製作所、うん、ジャパンディスプレイ、うん、三菱電機、うん、三菱電機、任天堂、パナソニック、ソニー、TDK、東芝、ユニクロ、シャープ、うんうんうん、っていう、もう聞いたことば、うん、ある企業ばっかりがそこに挙げられていて、うん、そうなるとね、うん、そのこういうニュースがなんでテレビでやらないかっていうと、うん、それはもう CM バンバン流してるもんねスポンサー様ですからね、っていうこと、なんて言うんでしょう、うん、今で言うとあのドコモのドコモ口座問題ってあるじゃない、うん、ドコモ口座問題、はい、今で言うとドコモ口座問題、うん、これもあのニュースあまりありませんよね、うんうん、それは、うんうん、ドコモ様ですもんみたいな、ドコモ様、銀行も結構いろいろ大手が絡んでます、そうで
要はあれも結局なんか何もね詳しく知らないと、あ、関係あるのはドコモの電話使ってる人だけだって思うんですけど、あれそうじゃなくて、あ、そう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 、いやもう勝手に口座を作られてしまって勝手に抜かれるっていう話なんですよね、うん、そうそうそう、だからドコモ関係ないんです、関係ない、ドコモ口座っていう口座があって、はい、そこに申し込めば誰でも使えてしまう、では簡単に銀行の口座をハックできて、簡単にハックできるっていうか、あれ多分フィッシング詐欺かなんかで口座情報を抜き出してるんだと思うんですよね、被害者の。なるほど。でその情報をもとにそれとドコモ口座を紐付けてるんだと思うんですよ。だからここの口座から簡単にこの口座情報を知ることができれば、はい、こう引き出せるみたいな。勝手に口座を作って抜いちゃうと。ドコモ口座を作って、ドコモ口座は自分でというか、まあ、この名前で作るんだろうけど、でそこからこう銀行とかどこで下ろすのか知らないですけど、下ろしたり買い物ができたりできるんじゃないですかね。っていうのを、うん、いや注意喚起としては、そのドコモ、そうそう、ドコモの、これは脆弱性ですよね。ドコモの、そう。だからここの、もっと、なんか、ショートメッセージとかで確認する二段階認証とか、してればまだ防げたみたいなのがありますよね。っていうのを、でも、ドコモ以外の人も危ないですよ。そう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 。ドコモ以外の人、ドコモの人すらが危ないってことですよね。ドコモの人が危ないんじゃないですもんね。関係ないです。関係ないんですもんね。ドコモ口座っていうドコモの、ちょっとセキュリティ甘いのが使われたってだけの話で。こういうのもあまりやらないなって。うん、思うんですよね。ドコモ口座とか言うと、あ、ドコモじゃないからいいや、いいやって僕思ってました。でもよくよく見ると全然違うと思って。そうそうそう。っていうね、そんな流れでございました。はい、その、まあ、中国の話。はい。あ、だから要はスポンサーだから、あんまりやらない。やってないよね。やれないよね。やりにくいよねって話ですよね。だからほとんどやってないよねって。はい。うん、から。なんか知らないうちに、なんか徐々になんかその侵食されている、侵食されているというか、まあそこに加担している、知らないうちに加担しているっていうところですよね。僕の中ではなんか、あ、そうやってなんか侵食されている感触なんです、感覚なんですけどね。侵食、まあ例えばこうチベット、ウイルグルで、まあそういう安い人件費を使って、はい、まあ、企業を誘致するじゃないですか、はい、そうするとまあいろんな製品にそういう人たち、強制労働させられてる人たちが、はい、まあ、もしかするとこういうコップとか、まあ、僕のこれも、あの無印の、ですると無印のポロシャツなんですけど、無印の面は中国のウイグルですみたいな、でそうするとまあそういうところで、そう、僕は加担してたんです。そうそう、中国の加担をしてる、知らないうちに加担を、はい、加担をしているっていう状況になっている、はい、でそれを止めるのはマスコミにはまあ難しいし、あのそういう芸術祭とかも、どっちを向いてるか、日本の、日本の国益を考えてくれてるか、国益で言えばウイグルは国益は考えてる気はしますよね。この安い人件費を使って製品作るってことは安い商品が出来上がるので日本人は得をする。あ、でもこれはちょっと考え直した方がいいですね。そうっていう話なので、はい、まあ、企業はその利益団体じゃないですか、はいはい、いかにも稼ぐ か、うん、だから右も左もそう関係ない。なるほど、なるほど。稼げれば右でも左にもなるんですよ多分。なるほど、今、まあ、うちの会社、僕の会社、はい、もうなんか中国共産党が来てちょっと100億出すからって言われたら、はいって行くかもしれないですコロコロってコロって、まあ、あなたには悪いようにしないからみたいな。なるほど。って言われたら、あ、分かりました、あ、うちが日本を取った際には、取った際にあなたには上級国民にしてあげますだとそう、じゃあ黙っときます、黙っときますってなる可能性はありますよね。でやってるんでしょうね。で、そうそう、はい、で中国がこう儲かってる理由って要は安い人件費じゃないですか。でそれはもともと中国が発展してないこの20年前とか、はい、で中国みんな人件費が安かったじゃないですか、はいはい、でそこでこう企業を誘致したりとかいろんなものを作ったりとかして
中国が発展したみたいな。でもまあその時からも行われていたんでしょうね、うん、ですそういう流れが。で多分発展していくと中国人の人件費がどんどん高くなっていくわけじゃないですかって言われてますよね。稼ぐ人が増えて高くなってきた時に今度中国国内で安く使える人件費ってどん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 こう探していってで中国人に足りなくなってきたからウイグルとかって言ったんじゃないですかね。なったのか、うん、まあそういう計画がねそもそももともとあったんじゃねえかって、うん、芝居中達とかね、うん、諸葛亮孔明的な人が、うん、そういう、うん、そういうのを作ったんじゃねえかと。そうなのでまあ中国のやり方でいくとそれをやり続けるしかないですよね。で今、うん、それを、まあ、止めようとしているのか、うん、アメリカのトランプ大統領は、うんうんまあ、国内に製造業を増やすみたいな流れになっていると、うんうんうん、じゃあ日本もそうすればいいじゃんって簡単に思ってるんですけどね。そうすると、はい、大変なんですよ。高いから高いからじゃあみんな高い服高くていい服を着ればいいじゃないですか。高くていい服を着ると高くていい服が買えない人がね、そういう問題が出てくるそういう問題で、まあ、要はそのユニクロの工場が、はい、あユニクロでしたっけ、ユニクロ入ってましたっけ。入ってます。ユニクロの工場を日本に引き上げますってした時に、はい、高級ブランドになる。高級ブランドになる。今までこう4000円で買えてた T シャツが1万円になったとかなるとユニクロが撤退しただけだったらじゃあ違う中国のところでやってる安いの買おうってなってユニクロの売り上げが下がるだけだと思うんですよね。なるほど。ってなると企業としてはなかなか撤退しにくいみたいな。でもまあなんか気づいた人から、うん、そういうこと、そういうところから買わない、うん、そうそうそうっていうことはできますよね。そういうことはできる。なんで僕はもうこれを着ませんよ次から。次から次からもう無印には手を出しませんよ。でもそこがまあなんか分かりにくい部分であったりしますよね。だからユニクロから買わない、無印から買わない、で違うところが買ったら、まあ、有名じゃないから分かんなかったけど実はそこで作られてたっていうのはあるじゃないですか。そうなんですよね。だからもう国産って歌ってあるようなところから買うとか、まあ、中国じゃない。そう一応ねこれもねなんかあのバングラディッシュとか、うんうん、インドネシアとかなんですけど、うんうん、結局麺は中国、うんうん、それを運んでここで作るみたいなになってくるともう分かりませんよ、ね、そうそう国産ってなってても麺は中国の可能性は十分ある。そうなんですよねっていう。でも、まあうん、まず知ろうと、うん、でも、まあ、まず買わないかどうかは、まあ、買う人に任せるところですけど、俺知ってるよとパナソニックと、うんうんうん、お前らそうなんだろうって知ってることで、うんうんうん、まあなんて言うんでしょう、企業の視点もちょっとずつ変わってくればね、うんうん、まあ、あとは AI だと思うんですよね。人件費を安くする手段としては中国で作ったのを国内の AI 工場に移すみたいな。とかもうあとはもう早く働かなくていいよっていうふうにしてくれと、うんうん、AI さんと、うんうん、AI さんと、だからその生産活動は AI がしてくれるって言ったら多分ウイグルズの安い賃金よりも同等のものを日本で作れる可能性はあるわけ、はい、そっちの方がなんか、うん、いい感じですね。いい感じです、はい、そこを目指すしか、まあ、あとはアフリカとか違う賃金の安いところに行くかですよね。でも結局まあそこで、うん、その非人道的なね、うんうん、ことが行われるんだったら、うんうん、それは NG ですよね。でもなんかよくありますよね、その中国だけじゃなくてインドとか、まあまあ、インドネシアとか貧困国でっていう話ですね。でそういったものを救うなんか取り組みみたいなのあるじゃないですか、はい、適切な価格で買うみたいな。あそうです、まずそういうところからですね、うんうん、できるのは。あとまあ今週気になったこととしては、うん、池江璃花子さん、今週気になったのは池江璃花子さんが9月10日のニュースで、うん、電通からの頼みを、うん、無限にできない池江璃花子さん、うんうん、兄が社員であることも影響、うん、なんてニュースが、うんうん、デイリー新潮に出ていてですね、影響してるかもしれないですよね。ほら出たと、うん、なんかもうこのなんか悪いやつらがね、ヒッ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 って、うん、あの頑張る池江さんをね、うん、要はあのサンデーモーニングで張本さんが、うん、なんで大会出たの、うん、もっとなんか今はその、うん、プロの選手として、うん、あの体をいたわる時期なんじゃないの、うん、
って言って叩かれてましたけど、うんうん、僕もそうだそうだなんですよね、うんうん、その、まあ、コロナもあって、うん、あの病気治ったばっかりで、うん、今出る必要ありましたかって、うん、今は池江さんの批判じゃないです、うん、僕は池江さん頑張れです、うんうん、ただどうもなんか池江さんがね、うん、なんかいいように使われてねえかと。でもそれを求めてる可能性はありますけどね。ご本人が思いますけどね。ご本人が。ご本人が。それを目指して頑張ってる可能性もあるじゃないですか。いや、そう。目指して頑張る、本当にそれならいいです、うん。何も言いません。頑張れです。だからその電通、兄。兄電通。兄電通も、兄を入れてやってくれって頼んだかもしれないじゃないですか。それいつの時代ですか、それ。入れますよって。頑張ってくれるならねって。頑張ってくれるならね。その構図は何ですかって話ですよ、ね。でも逆にこの電通、兄が電通だから無理にできないっていうのは、はいはい、こう繋がってるわけじゃないですか。繋がってるんだよっていうのを示唆してるってことですよね。出ないんだったら兄の待遇悪くなるよ。それはいかがなものですかね。っていう話じゃないですか。だから、まあ、あなたのためにあなたがいるからお兄さん雇ったんだよ。なるほど。ってなると、まあ、入れた時点であるんですよね、兄を電通に。いや、マネージメント会社が電通グループなのは知られていると、うんうん、実は池江さんのお兄さんもこの春電通に入社しているんです、うんうん、お兄さん自身早稲田の水泳部出身の強豪選手で新聞局に配属されたと、うんうん、俺が妹に水泳を教えたんだと自慢していると、うんうん、で家族まで世話になっているのでこの組織委員会を仕切る電通からお願いしますって頼まれると、うん、彼女が断りづらいのは難しくないと、うん、慎重に書かれている、うん、まあ、そういう構図もあるんじゃないですか。もうなんか体をいたわってほしい。だからよくしてもらったんですよ、多分電通に。よくしてもらった代わりによくしてもらってるから無理にできないみたいなところ。これはあの共同体感覚を手に入れた僕としては、うんうん、どうこれは飲み込めばいいんですか、ね、まあ断ろうと思えば断れるわけじゃないですか。なるほど。全てを捨てる覚悟があれば。これは他人の課題ですか。それはまあ他人の課題ですね。なるほど。まあ電通を、まあ、別に電通を敵に回すわけじゃないですからね。電通断ったらいいんですよ。やりたくないなら やりたくないなら断ってくださいね、うん、本当に。で、まあ、テレビ CM とかなくなるっていう話ですよね。別にテレビ CM はなくたっていいじゃないですか。でも出たい可能性あるじゃないですか、金になる。ってなった時に、まあ、なのでその人の課題なんですよ。なるほど。別にそういうのをもう CM なんかいらないし、水泳さえできてればいい、楽しくね、楽しく水泳ができてればいいっていうんだったら全然断ることは可能。じゃあ池江さん、よろしければアドラーを一緒に学びましょう。これならいいですよね。これならいいですけどね。アドラーを一緒に学んで、うん、誰の課題か、うん、私の生きる課題は何だっていうのを一緒に勉強しませんかっていう、うん、ところで僕はじゃあ我慢します。はい、はい、まあだから池江さんの課題なんです。なるほど、はい、じゃあいいです。私は私の課題で、はい、うん、ごっくんします、はいはい、というところで、はい、ちょっと長くなっちゃいましたけど、はい、時事談でした。時事談でした、はい、まあ話題がいっぱいありましたから、はいはい、ありがとうございました。チャンネル登録も何卒お願いします。ありがとうございます。